はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、冬の大三角といえばですね、シリウスにプロキオンにベテルギウスでございますけどもね、実はね、もう一つありましてですね、タイトルの通りなんですけども、ウイルス、温度、湿度、この3つでございます。ですね、空気がね、乾燥する冬というのはですね、ウイルスに感染しやすくなるとも言われています。確かにね、そのインフルエンザやね、その風邪っていうのはね、冬場にね、肺のピークを迎えますし、感染者が今ね、再び急増症しているその新型ウイルスもですね、感染線がそのエリアが拡大してしまってね、そのためにその全国的にですね、冬本番を迎えてしまうと、さらに感染がこの広がる可能性があります。ではなぜ乾燥するとウイルスが感染しやすくなるんでしょうか。ウイルスというのはですね、宿主のね、細胞内の中でなければ、繁殖もね、存在もね、できないんです。そしてそういう宿主以外の生態外であっても、一定の期間は多少ね、生き続けます。で、ほんでね、その一般的にそのウイルスの多くっていうのは、気温と湿度がね、低い、乾燥しているその環境っていうのではね、生存率がね、結構高まるんですよ。ちょっと前になるんですけどもね、その1961年にね、その発表されたその温度と湿度とね、そのインフルエンザウイルスっていうのの、寿命の関係をね、調べた研究があります。温度7度から8度と、湿度がね、20% から 25% の環境の中ではですね、6時間後のインフルエンザウイルスの生存率がね、63% でしたが、その時のね、湿度がね、49% から 51% では生存率が 42%、 湿度 81% から 82% では、生存率が 35% にまでね、こう低下したんですよ。でさらにですね、温度が32度の場合、その時の湿度が 49% から 51% 以上の環境ではですね、生存率がね、ほぼね、0% だったんです。なので、温度と湿度にね、すごく関係しています。そして怖いことにね、その湿度が低い環境はね、ウイルスの生存率が、ね、高まるだけではなくね、感染率もね、アップしてしまいます。ウイルスというのはですね、その人体ね、人間の体とかと一緒のようにですね、ウイルスにも水分っていうのが含まれています。なので、湿度が高い環境ではウイルスが空気中の水分を取り込んで、重たくなるために、こう長時間にわたってね、この空気中をね、ふわふわってね、漂うことがね、できなくなるんですよ。例えばですね、その環境下の中で感染者の人が、咳やくしゃみをね、こうヘクシュンってした時にですね、飛ぶじゃないですか。で、その飛んだけど、水分で、空気中の水分で重たいので、遠くまで飛ぶことなく、すぐにね、地面にこうパタッとね、落ちてしまって、感染力をね、その瞬間にね、失われてしまうんです。反対に、湿度が低くて乾燥している環境では、ウイルスに含まれているそのね、水分がですよ、ヘックシュンって飛んでいたウイルスの水分が蒸発して、ふわっと軽くなるために、長時間ね、こうファーってね、浮遊しやすくなるんですよ。この辺でバーって浮遊しやすくなって、そのまま風に乗ってふわーっと飛んでいくんですよね。その分、口や鼻からね、こうふわっとこう息吸った時に侵入する可能性が高くなって、感染力が強くなってしまうんです。で、新型ウイルスっていうのはね、まだ分かってない点がね、すごい多いんですけども、今の現時点でのこれまでに、そのなんていうんですか、ウイルスの気温やね、温度との関係性について調べた研究がね、今いくつか報告されています。アメリカのね、メリーランド大学のね、グループがですね、その世界のね、50都市をね、対象にね、その気温と湿度と、その新型ウイルスの、その地域の流行りのね、関係をね、ちょっと分析したところですね、平均気温が5度から11度で、湿度が低い地域に感染者がすごい多く集中していたことが分かっています。別の研究ではですね、その気温と湿度が低いというのが、これが原因だというだけで、その感染の広がりをね、この全て説明できるわけじゃないよとしてますけども、やっぱりね、乾燥というのはね、しっかり対策した方がね、良さそうです。乾燥
というのはですね、まあ、体自体にもね影響があるんですよ。まあ、肌がカサカサになったりね、もう唇が乾いてて割れたりしますよね。もうリップクリームとか女の子塗るじゃないですか。それはその体表面のことなんです。表面的なことなんですけども、体のね中に関しても影響がありまして、この喉の奥にあるね気道のね防護機能っていうのがあるんですけどもね、体にはね、でそれが、マイナスになるからなんですよ。あのウイルスのね宿主となる我々の体もですね、乾燥した環境っていうのは、まあ、感染しやすい状態を招いてしまっていまして、ウイルスは口や鼻から入り込んで気道の粘膜に付着することで、人間のこの体にねぐわっと感染してしまうんですよ。しかしね、気道にはウイルスに対するね防護機能があります。先ほども言ったように防護機能があるんです。あの気道のね内膜をね覆う粘膜でウイルスを捉えてくれて、繊毛という、まあ、そのフローリングの上に敷くあの絨毯ってあるんですが、あれの表面のような働きで、咳やねタウンとしてね体の外にヘックシュンっていう風な感じで、排出してくれるんですよ。そんなね絨毯のねような繊毛のバーってなってるところはすごい乾燥に弱くて、空気が乾燥する冬になるとね、その動きがね鈍くなってしまってね、ウイルスを排出する動きもね弱くなってしまいます。またねその空気がね乾燥すると喉に炎症を起こしやすくなるので、その炎症のところからねウイルスが侵入しやすくなってしまいます。でウイルス側から見ても人間側から見ても、感染予防のためにはね乾燥対策が重要なんですよ。なのでね、まあ、石油ストーブのようなね空気中の水分を温めて、湿度を高める暖房機器ならまだマシなんですけども、あのエアコンのようなねその乾燥した温め方の風の出る、まあ、暖房機器っていうのをね使っていると、室内はますます乾燥しやすくなります。なので、まあ、乾燥対策としてはですね、加湿器と換気をね併用して、まあ、湿度をね 50% から 60% ぐらいをね維持したいところです。またねその濡らしたタオルとかね洗濯物をねその部屋の中に干すというね、まあ、昔ながらの方法もね乾燥防止の効果があります。まあ、その他の対策としてはですね、もうこれはいつもしつこいほど言ってるんですけども、手洗いマスク3密回避というのをねやっている上で、冬は乾燥を避けていきたいところです。もうねあのイギリスはねアメリカのファイザーからねワクチンを買って、来週からは注射をし始めるので、ね、世界的に対策がやっとこう動き始めたのでね、まあ、日本ももうしばらくの辛抱なので対策を怠らずにね頑張っていきましょう。そんな感じでね、ウイルスと温度と湿度のね三角関係というお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。